たら触れてるよ。このとろみかん。どうも、キシントランカー代表リュウジです。ということで今回ですね、なんと4本目に差し掛かってきてですね、かなりいい感じになってきました。でもまだ自力で立ってられるので、まだねレベル2ぐらいです。ということでですね、今回ですね、この僕の今のウキウキ気分、ウキウキ気分をもっと加速させるために、僕の大好きなですねブイヤベース作りたいと思います。ブイヤベースはね、いろんな具合使わないといけないんですが、なんと今回はトップバリューのサバ缶で作ります。トップバリューのサバ缶で作るこのブイヤベース、もうどんなもんなのかと、そんな感じで見ていただければいいと思います。ということで乾杯。リュウジのバズレシピ、材料紹介いきます。まずね、サバ缶、このサバの水煮缶が中にね、内容量 190g、これ用意してください。そしてホールトマトが、これね1缶なんですけども、これ見えてないから、これ半分使います。2分の1缶です。で、残った、ホールトマトは冷凍していただければ大丈夫なんで、はい、この舞茸、キノコ類入れるとすごく美味しいんで、お好きなキノコ 100g 用意してください。これはね、エリンギでもいいし、しめじでもいいです。マッシュルームでもいいし、はい。そして玉ねぎなんですが、これ4分の1個ですね。これ1個なんですけど、あと4分の 1個作ります。ニンニクは2かけで、あと添えるパンね、ブイヤベースですからパン拭って食うとめっちゃうまいっす。パンあったらいいっす。以上ですね、やっていきます。調味料は概要欄で。今回はですね、私がもう4本目ということで、私が本当に料理ができるのか、そんなことをですね危惧して、今日はちょっと助っ人呼びましたんで、よろしくお願いします。お待たせしました、リュウジお持ちのお客様。はい、ありがとうございます。ちょっと待ってよ、それ俺がレシピ本大賞取った時の大賞のお皿じゃないか。いいのあんなと思ってちょっと待って、まあまあ飲みますけどね。ということで、今日は私の、解釈人として小雪に来ていただきました。小雪キッズの皆さん、こんにちは。お酒のお姉さん、小雪です。ちょっと待って、小雪キッズっていないでしょ。小雪キッズっていないでしょ。これ浸透させようとしてる。あ、そうなの。ルナシーでいうスレイブみたいな感じ。違う、歌のお姉さんみたいな感じ。あ、そう、あ、そういうこと、そういうこと。やめて。わかりました、はい、わかんない時代の話するのやめて。じゃあ、やっていきます。酔っ払いが刃物を使うのは危ないので、はい、小雪さんに作ってもらおうと思います。はい、はい、僕はもう氷結とビール二刀流できますんで、小雪は、玉ねぎと包丁の二刀流でお願いしたいと思います。はい、うん、ニンニク2かけ粗みじんですね。はい、じゃあこれで潰して、おー、ちゃんとこうローリング的な感じになってますね。こんなもんで、うん、おー、簡単簡単。そんなにあんまりやんなくていい。細かくなくて、はい、玉ねぎ、これ1/4、1/4、はい、あ、そっちですね。そうですね、そうですね、その方が無駄くない、はい、ね、まあ、ブイヤベースなんで、はい、今回ちょっとみじん切りしようか。なるほど、意外と大丈夫。そんなやっぱ血がつながってるから、うん、血筋はね、酔っ払っての方が料理すんのよね。あ、そうどんぐらいのみじん切り。まあざっくりでいいけどね、煮込んじゃうからね。なるほどね。まあ粗みじんぐらいで、まあ、だからそんぐらいでいいと思います。はい、そしたらね、あとはね、煮込むだけでもなる。カレーに優しいね。優しくはないけどね。今回はワインでいきますから。あ、最高。じゃあ飲んでいきます。舞茸に関しては手でほぐせますから。オリーブオイル大さじ1杯入れます。小さめのフライパンに。はい、バイバイ。ニンニク投入お願いします。はい、入りました。これは火にかける前に入れちゃっていいの？火にかける前に入れちゃっていい。温まった油に入れるとすごくいいじゃん。なるほどね。ちょっと弱めの
中火にしましょうか。いい匂いしてきましたけど、ニンニクの香り、うわー、ニンニクレモン、ニンニクレモンなんていう言葉この世に存在しないんだ。やっぱね、イタリアンのね、基本ベース。ニンニクがこうやって色づいたら、はいはい、ひまわり色になったら、玉ねぎを、玉ねぎを、いいね、玉ねぎを入れると玉ねぎの水分が加わりますので、ニンニクがこれ以上焦げるのを防ぎます。なるほど、ギリギリ俺解説できる。よかったよかった、ギリギリ解説できる。危ない、待てよ、もうギリギリ触れてる、触れてるよ、うい、触れてます、触れてる、もう俺も触れてるし、もう俺の感覚ももうブレてます。よし、次行こう。で、これを炒めて甘みを出していく、甘みを出していく、甘み、甘みや、ちょっと玉ねぎが透き通ってくるじゃないですか、はいはい、これはもう入れていいやつ、入れて、ほぐして、ほぐして、ほぐして、じゃあ俺もほぐします。はいはい、ほぐして、ほぐして、雑な感じ、そう、雑な感じや、そうです、酒飲んだ時にさ、そんな、こう、細かくできないでしょ。まあね、ね、甘いだけって言ってもすぐ火が通るんだ。キノコは優秀だね、食った方がいいもんね、やっぱり。スタッフはレシピ見てるので。やっぱね。ありがとうございます。ありがたい。ありがたいですね。で、このキノコに油が回るとちょっとこうしなっとしてくる。うん。で、そんな時にこのサバ缶。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 あ、まあまあで。これ崩すの。ヤッフー。ヤッフー。そこまで崩さなくても大丈夫。どんぐらい？ちょっと。かけらが残るぐらい。なるほど。そしてね、これトマト缶ですよ、ここで。全部入れていいの？半分。そんな焦られてる、うん、間違ったらお蔵入れちゃう、この動画。そう、今ちょっと闇粒子になってるから、千年ハイボールで闇粒子になってるから、ちょっと分かんない。ホールトマト缶だから、このトマトはこう崩しながらってこと？うん、トマトは崩しながら。水 200cc、 これ 200cc 入れていこうかな。 100cc でいいかな、このちっちゃいフライパン。 100cc にしよう。はい、 100cc 入れました。ちょっと沸かしました。はい、沸かしたところに酒が大さじ、2ですね。はい、味付けのコンソメを入れるんですね。小さじ1と2弱なんですね。だからこのぐらい、すりきりいかないぐらい、いかないぐらいと入れて、これ煮込むと、はい、まあこれはもう完全にめっちゃ美味しそう。ブイヤのベースなんですね。ブイヤのベース、ブイヤ、ブイヤのベース。はい、黒胡椒です。黒胡椒思ってる3倍です。思ってる3倍。パウダーも入れます。結構じゃあ胡椒を効かせるって感じね。サバがね、結構ねサバサバしてるんでね。はい、でこれでとろみが出るまでちょっと煮ていくんで、まあまあまあ5分10分ぐらい、はい、はい、中火で煮ていきます。蓋しないです。はい、はい、ということでですね、もう VR ベース的な、はい、的なやつなんで、はい、パン的なやつも焼いた的なやつとかいいね。うん、あ、今日はさ、ワインいっちゃおうぜ。いっちゃおうぜ。あ、ワインいっちゃおうぜ。ワインパーリーだ。大丈夫かな。ほら、5分ぐらいでいいと思うね。うん、パーリーだ。ほら、ほら、とろみついてきたじゃん、ほら。気をつけてね、気をつけてね。このとろみ感、このとろみ感よ。このとろみ感、このキノコとタケノコ、タケノコ入ってない、うん、サバ缶、うん、はい、このエキストラバージンオリーブオイルはね、ちょろっと、あ、まあ、まあ、焦げ目がついたら大丈夫。そうだね、パンの焼き具合わかるでしょ、みんな。切っていきます。パンパン、いやいいね。いや3つぐらいでいい、大丈夫、うん、サバ缶のブイヤベースのパンティです。ワインですね。やっぱり魚介ということで
白が合うんじゃないかと思ったんで、今日はイエローテールのシャルドネで、いきましょうか。乾杯。うん、はい、ありがとうございます。いただきます。おお、おいしいね。うまいね、これ。結局ね、サバ缶の汁まで全部使ってるから、魚介の旨味がやばいんですよ。感動。パンありきと言ってもいいかも。なるほど。うーめー、これ。パンやばくない？うん、本当に美味しいね、うん、なんでこのトマトが濃いんだろう。トマトとやっぱね、サバのね、水煮の汁を使ってて、あれがね、ほとんどね、ヒュメドポワソンなんだよね。何それ？あの、魚の出汁、フレンチとかでよく使われるんだけど、タイの骨とかをすっごく丁寧に出したやつと同じなんだよ、サバ缶の汁って。コスパ、これ、うまいっしょ、これ。めちゃくちゃ美味しい。お魚ガッと煮込んで、ちょっとブイヤベ作ったんだけどって言って、通用する味じゃないこれ。すごいわこの料理。そういうことなんです。もう言わせられるぐらいのことのあれがあるんです、これ、うん、圧力鍋とかも使ってないしね。圧力鍋、もうほぼこれが圧力鍋なんですね。うまいよな、うん、これうまいのよ。あ、それだけはわかる、うん、こうなっても、こうなっても。これはね、もうマジで自信のあるレシピで、近く来た食パンを、ね、殴ってついてるよ。さあ、どこ？ここ、逆っていうことなんで、ぜひ皆さん一緒に地中海に行っていただきたい。これなんて題名だっけ？サバ缶のブイヤベース。というわけでですね、このサバ缶のブイヤベース、本当に美味しかったので、ブイヤのベースおすすめです。